ガリアンからの警官、ガリアン、ガルヤーンともは、リビア北西部のトリポリタニアの、ジャバルアル・ガルビケインの県と、2011年の人口は約18.8万人。首都トリポリから南へ113キロメートル離れている。ガリアン山の斜面に位置し、周囲には乾燥した高原が広がる。ナフサ山地東部に位置し、山地西部のナールートと並ぶ。 ナフサ山地の中心都市である。住民はベルベル人が多い。トリポリからの高速道路がガリアン近郊まで通じており、ガリアンで南へ直進し、フェザーン地方のセブハに向かう道とナフサ山地上の諸都市を結んで、ナールートまで伸びる道路が分岐する交通の要衝である。1940年代のガリアンの風景ガリアンはトリポリから 南のフェザーンへのキャラバンが、ナフサ山地を越える地点にあり、古くから交易で栄えた。1884年、オスマン帝国はガリアンに市長と、指標議会を設置した。20世紀初頭には、ガリアンは、イタリアの侵略に対する抵抗拠点の一つとなった。1920年代には、イタリア人がトリポリとガリアン近郊の村の間に、 長さ 90km の鉄道を敷設したが、第二次世界大戦中にイギリス軍によって破壊された。ガリアンはこの地方で生産される一軸、サフラン、穀物の集産地であり、これらの生産物は地元での消費用のほか、一部は輸出される。また、ガリアンは陶器の生産地としても知られており、焼き物はガリアンの名産品となっている。 ガリアンの結挙住宅ガリアンにはかつてこの地方の住民が暮らしていた結挙住宅がいくつか残っている。これはベルベル人が夏の暑さと外敵を防ぐために建設したもので深い縦穴を掘りそこから横に穴を掘り進めて住居としたものでありチュニジアのまとまたにあるものと類似している。2019年4月2日リビア国民軍はガリアンを制圧して 作戦本部を設置したが、同年6月26日には、国民政府軍が、支配権を再奪取している。アンダーソン、リザナインティーンズ、センチュリー・リフォーム・イン・オットマン・リビア・インターナショナル、ジャーナル・オブ・ミドル・イースト・スタディーズ、16、ピアニッシモ、325から348、P331、レファラ・オビネル、アフリカ・イタリアーナ、アスペティ・エコノマイサイ、 ソーシャライ・イース・トラテジン氏、ハット・アンダーソン。リザ・ナインティーンズ・センチュリー・リフォーム・イン・オットマン・リビア・インターナショナル・ジャーナル・オブ・ミドル・イースト・スタディーズ、16、ピアニッシも、325から348、P333、リビア国民軍に率いるハフタル氏、領海内のトルコ船舶の攻撃を命令。AFP、2019年8月10日閲覧。ありがとうございます。